あ昨日はなんと私は<っ>なんと私,私はなんと n g t そこまでちょっと待ってなんかすいませんいやなんか劇場公演に出たんですけど <laughs> あのあ<っ>ちょっと今なんか。 すごい正式名称で言おうとしちゃってえ言っていいんだけど正式名称でなんか言おうとした自分にちょっと今なんか「やれやれん」って思ってちょっと笑っちゃったんですけどはい、まあ、正式名称で言うと「<laughs> NGT48 劇場通常公演思い出いっぱい公演に」になんて4か月ぶりに。 発展させていただきました。ありがとうございます。いやー、はい。えー、でもなんかさ、えー、なんかちょっと、えー、なんかね、本当にありがとうございます。なんか、あ、もう本当にありがとうございます。<laughs> はあ。いやー。 ブランンンクがねねワンシーズン分いいたっていうことですよ、ね、だからあのー、すごくすごくうん緊張もしましたしあとはなんかすごい気が張っていたんですかねなんか気が張ってた気が張ってたのは確かなんか本当に久しぶりの劇場公演だから。 なんかファンの方がきっと私がこうアイドルをやってる姿を楽しみに待ってくださる方がいるって思ったらそういうコメントとかをこういただくのでた時に本当になんとかもうどうしてもそ,のそういう方の気持ちに 答えられるようにななりたたいっってすすごく思ったんですだからちょっと本当にあどうしようドキドキするめっちゃ楽しみだったしめっちゃ昨日楽しかったんだけどでも多分本当になんか何かこう気が張ってたのかでなんか1公演しかやってないのになんかめちゃくちゃズドーンって来る何かがありましたはい。 頑張りました頑張りましたありがとうございますあのさこのさ UV カットのメガネをねゾゾで買ってみたんだけどさでかないこれ。<laughs> えおっきいよね。え、なんかこういうサイズがさ最近流行ってんのかなって思ったでかくない <laughs> え、だってさなんかこうよもうすごいはみ出していくスタイル違うの違うのなんか私も最初思ったので、ね、えこれもしかして私の顔が小さいのかなって。<laughs> でも、そうじゃなくって本当に普通にただでかいの何て言うのこの手のサイズで見てもらったら本当に <laughs> 昆虫みたいでも多分だけどなんかえわかんないでもねなんかめっちゃ安かったのなんかブルーライトカットのメガネをがなんか急に欲しくなってで じゃあ安くて何でもいいからって思ってブルーライトのカットのだから別に度が入ってるわけじゃないから何でもいいでしょうって思って何か買ったのねしかもなんかあのねでゾゾで買ったんですめっちゃ安いででもなんか一番最後のこうなんかスクロールしてってさこういう写真がいっぱいあるじゃん。一番最後のあのあ写真は 女性の方が着けてた着用しててでこの色ではなかったんだけど違う色であのやっぱでかいよね <laughs> そうだよね <laughs> 私ででも今日これで外出した <laughs> えなんかなんか思ったんだけどそう。 そうだから一番最後の,そのなんか見本みたいな感じにつけてたお姉さんは普通,に普通のサイズだったの顔に対してこの,この横なんかはみ出していくスタイルじゃなかったのそうなんだけどなんかそう思ったんだけどあのねちょっと離れたところに行くラフな格好とあとあのー でもめっちゃ近所っていうのが一番ちゃんとした方がいいんだなっていうことに気づいたのなんか近所のコンビニに行くくらいだったらめちゃくちゃもう今まで本当にありえないくらいボサボサの髪の毛と本当にありえないくらいダサい服装で行ってたのねでもなんかあのね思ったんだけど近所の方と出会うと 本当に恥ずかしいのもうねえみんなわかるかなわかるか当たり前のこと言ってるもしかして近所の方ともう本当にダッサい格好と本当にダッサい髪の毛ヘアスタイルヘアメイクでク出会った時にあの本当に後悔するのでもさそう しかもなんかあのはるかがさアイドル NGT48 の大声はるかちゃんだってこともさ分かってるからさよいしょだからあのすごくね本当にあダサいのなんかダサいしすごいボサボサだしあみたいななんかすごいさ恥ずかしいじゃん。 だからちゃんとしようって思ってて思ラフな格好はいいんだけどこう例えばえそれでね思ったのなんかちゃんとしようっていうふうに思ったのと同時にそのいくらボサボサでもダサい格好でも別人になればいいんじゃないかって思ってもう別人になってしまったらそ,のそういう格好してるのが小声はるかだってことにはならないじゃん。 小はるかのオフがこんな感じじゃなくて別人になってしまおうと思ってメガネを買ったの <laughs> でもねなんかちょっとこれおっきくってどうしようねなんか誰かにあげるにしてもさ多分本当に人間にとって大きいよねだから私がでかいとかじゃなくて多分みんなでかいと思うのこれ。 そうだからうんどうしよう人間じゃない方にあげたらいいかな。 ゾウさん。うん。近所にゾウさんいるの。うーん。近所にはいないかな。じゃあ、あげられない。うん。 うん、うん、そうだよね深刻な問題だだからもう一個書いたいと思ってでもなんか急にそのブルーライトを気にするようになっちゃってねえっていうかさ私思ったんだけどさなんか世の中さ生きていくにあたってこうなんか気にしないといけないことってさ結構多くてさしかもさ全部を気にするなんてさしたらさもう 無理じゃんあの思ったんですけどえこれみんなどっちにしてますかあのプラスチックのなんか食べ物の容器汚れちゃったやつ食べ終わった汚れてるプラスチックの容器をその水で流してきれいにして。 プラスチックに捨てるか？で、リサイクルかそのまま燃えない。ゴミに捨てるそう。なんか水でなら流すとその水が何。汚くなってそれをこう。あ、綺麗な水にするのに。すごい。なんか大量の水となんかが？が 必要だよっていうことをさ社会の勉強で習ったのだけどプラスチックでリサイクルするこれ本当になんか地球にとってどっちの方が今その危機危機にあるあってなんかどっちがな何何 はい、あなるほどねキッチンペーパーで拭き取って水で最後ちゃちゃって流したらなるほどえ燃えるゴミはさ増える一方で大丈夫なの私さ だだに,未だにさ何てか今になってなんかその小学校の時の社会の勉強って結構大事だったんだなって中学校の時はちょっと覚えてないんだけどでもなんかその埋め立てるじゃないですか燃えるゴミもあれにさそのでも埋め立てる場所がさもうその。 どん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 埋め立ててるわけじゃんそうだよね埋め立てるとさ場所もさどん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 なくなっちゃってるんだよね。そうなんかそれ考えた時に確かになんかなんかでもさ なんだろう自分たちがその生きてる間の地球このなんか何十年か100年くらいはではそんななんかそこそこのピンチまで達しないから大丈夫だよみたいなさいやいやいや来世があるじゃないですか私本当にいやそこの問題になってくるとまたなんか議論が起きてしまうと思うんだけど。 いやでもそういうことじゃなくてまあじゃあ自分がじゃなくてもだとしてもでも普通にえこれからの地球と <laughs> これからの地球とその人間たちはどうなっちゃうのってそうなんか子供の時はさそういうことをさ考えて。 疑問に思ったことをさとりあえず親に「えあれはさ何でなのママ」みたいな感じでさぶつけてみるみ見てたんですけどなんか、まあ、その場で別にもう丸く収まってしまうというか、まあ、丸くはないかもしれないけどその場で「ちゃんちゃん」って感じでこうなんか収まなんか終わるんだけどその会話が。でなんかでもズルズル大人になってきてやっぱり改めて。 まずいよねってすごく思うはい。あとまあこれは普通に地球の話なんですけどあとさちょっとちょっと違う話ね。そのなんか健康に対して健康のために食べ物とか。 なんか添加物をさ取らないほうがいいみたいな。あとさなんか最近はあのグルテンフリーとか流行ってるじゃないですか小麦を取らないとか。 なんか脂質とかさ糖質とかさ、まあ、脂質糖質はバランスよく取るが正解なのかもしれないけどでもさでも添加物もその多少の添加物だったら別に人間の体にもそんななんか害を及ばさないみたいな。 でもなんかそういうことを一個一個守っていくとなんか守るのも大変だしなんかどこかでどこかのデメリットが何かのメリットとぶつかることがあるくないもう難しすぎてさでもね私ね そのこれはでも普通にいや自分で頑張れよ自分が頑張れよって感じなんだけどその私にはあのこれはもう本当に譲られないんですっていうのは寝る前のスマホが本当にあのやめられないです。やっぱだってベッドの中で スマホいじってる時間って幸せじゃんでもさブルーライトをさこう夜以降浴びるのが夕方とかにから夜にかけて浴びるのがよくないらしいえじゃあ今こうやって配信してるのも本当はこは画面を浴びてるからよくないってことえじゃあやっぱこの眼鏡かけてさこの大きい眼鏡かけないといけないってことってえ るよね、でも本当に私でもスマホの時間は本当に減らしたいなんか必要な時間もあればでも本当ただ暇で趣味がないからだ本当に暇で。 でもそんなに長い時間の暇じゃないんですよちょっとの時間の暇なのそういう時に X とインスタを行ったり来たりしちゃうの気づいてたらもうさっきまで X を見てたのにインスタになってインスタ見てインスタ一旦見飽きたなって思ったらまたすぐ X を見て本当に。 なななんかかかちょっととでも更新されてないかなとかすぐ気にしちゃうでもそういう細かい時間をさかき集めてギュッとしたらさもう何時間にもなるわけじゃん一日でもだからそういう時間をさ何時間にはならなならいかなどううだろう休みの日はそうだね休みの日はもうお仕事の日はまあお仕事のことを。 に頭と体を使ってるからあれだけど休みの日本当にねちゃんとしてほしいですよスマホ依存症なんだと思う私本当によくないねはあだからさなんかこう何かを見たり聞いたり。 いや、聞くはでも耳だけを使うから何か手作業をしてしまう話す人といやでも人と話すって大事だなってすごく思います思いますし私は自分が 思っているよりも他の人と関わることによって自分自身が成長したりとかあと思ってるよりもこうパワーを発揮したりとかがそういうなんか正直それはそんなことないと思ってました。 なんか人と関わることによって気づきはあるっていうのは思うけど自分自身がどうなるかっていうのはなんかあんまりもう全部自分かなって思ってたんですけどなんか人から受ける刺激っていうのは何かその言葉にできるものとかだけじゃなくて本当になんか。 体から発されるものがなんかその他の人周りによってこう引っ張り出される感じがあるしなんか大事だなって思いましたでねね髪の毛さもうちょっと切りたくなってきちゃったこここのこの長さにしたらもっと切ってもいいよね ももっっと切ってもよくないあとさ5センチくらい切ってもさいいと思うんだよね切りたくなっちゃうよねだしさ今年の来年かあでも今年の12月かな1月か12月とかはさ成人式があるから成人式の時はなんか髪の毛を の伸ばす。したいかも。ヘアアレンジがいろいろできるように。 分かり…分からないんでもこのいやあとあとちょっとだけ切ってもよくないあとちょっとだけこれはちょっと短いと思うこ,このくらいこのくらいはよくない

生まれてから伸びるまでの間しか短かったことがないんです。そのずれはですね、あのずっと長かった。そう。ねえ、そうだよね。公園の話からさ切り出したのにさ、なんで。 今この話になったんだっけねそうだよちょっと今日の公演の話しようと思ってたんでなんてたって四ヶ月ぶりの公演です <laughs> なんてたって四ヶ月ぶりだ劇場公演なんかそうでも私なんかコンサートは出たけどやっぱなんか劇場公演に昨日出てみてやっぱり なんか劇場がすごくこうなんかな、何劇場こそがあ、自分のなんかこうアイドルに完全に戻った感じがすごくしたああそうだよね話がとびとびなんですよ私ほんとにそうなんです なんか最初の頭4曲をやった時にあうんこれこれって思った感じがした。 ななんかかでもやっぱ距離かな劇場近いねファンの方お客さんの席とさすごい近いなんか舞台も近かったんですよめちゃくちゃでもなんだろうあれかもその坂がなだらかあのー、シアタートップスは坂がめちゃくちゃ急だったじゃないですか 坂がなだらかだからなんか前の席のファンの方だけじゃなくてなんか全体が近く感じたえ難しいな,なんかそう,いう物理的な話じゃないよねそう物理的な話じゃもうそうだけどでもなんだろうなんかすごい自分が思ってたもそうだけど もっとそれよりもなんか劇場公演が自分のこうアイドル活動の中のすごくこう中心にあったんだなっていうのを感じましたそう瞳孔の開き具合えっ見えるの瞳孔ってさこの中のさレンズのことだよねこれめっちゃ面白いよね私もたまにさ遊んじゃうんだよね鏡で。 こうやってなんかこうやってこうかこうやった時はなんか目が瞳孔が小さくなるけどこうやった瞬間におなんかさ自分で動かしてるんじゃなくってさ自然となるからさすごい感動しちゃう。

って火曜日だよね。あれ今日って火曜日じゃない？そうそう。同行対決？何それ？えええ今日水曜日なの？えそうなの？ええそうなの？そっか。なんでもない。 ビビったあごめんごめん <laughs> え明日って平日ですか明日平日明日平日あ平日まあ明日平日だったら。 いやなんかもう私は逆にその何平日の方がそのオフが平日が多いので新潟駅さ人多いよね新潟駅やばいよねなんかこんなに新潟に人が 歩く歩くんだなんかめっちゃ失礼違う違ういるんだけどその私がそれを目撃したことがあんまりなかったでも人多いよねなんか本当にあの最近新潟駅が変わったんですよえそうゴンちゃんめっちゃ並んでる私並んでないけど通り過ぎるんですけどそのあのねえやばいよなんか若い女の子たちが なんかめちゃくちゃ並んでて本当にもうね列の分厚さがすごいなんか何重にもなってるから何回折り返してるんんだろうなんかでもさ新潟でゴンちゃん飲めるのが嬉しいのかな なんかタピオカブームはさなんか数年前に起こったじゃんそういやなんか多分タピオカはなんでだろうなんか不思議だよね私タピオカはやった時にさ飲んでさなんだこれめちゃくちゃ美味しいじゃんって思って。 なんかタピオカブームだから飲んでるっていうよりかは自分はタピオカが好きだからっていう理由で飲んでたつもりなんだけど今全然飲んでないから結局私は自分が好きだったんじゃなくてなんかその流れに乗ったっていうたただ乗った人ななんですよねなんでだろういやでも今でもタピオカはすごく好き。 なんかちょっと悔しいですねいやでもなんかどっちにししてもも悔しいかかなんか今タピオカを飲んでたらただ好きで飲んでるだけでもその昔なんか爆発的に流行ってたからなんか「え今更?」みたいな「今もタピオカ飲んでる人いるんだ」みたいな感じにあのバカにされるされがちかもしれないじゃん。 そんなことない,ないですよそんななことないけどでもそう言われる可能性があるじゃん。でも逆にその流行りになんかまんまと乗っかってる感もなんかちょっとなんかプライド的に <laughs>。いやでもそのプライドは捨ててもいいんですかね。なんだろう でもどううなんだろう新潟のねゴン茶があんなに並ぶのは何でだろうって思ってるだってなんか今じゃなくても飲めるじゃんでも若い女の子たちが本当にたくさん並んでて私も一応部類としては若い女の子のはずなんですけどなんかそこまでその。 空いてたら行きたいけどなんかめちゃくちゃ並んでまで飲むのがそのねまだねえ私もおばさんになったってことこれ。でも多分タピオカブームのあの時代だったら私は。 ブームだからじゃなくて自分が好きで飲んでるんだしみたいな顔しながら多分ブームに乗ってたんだろうなとは思いますね日本語が難しいいやだからでも「ゴンチャできた」って言ったら「えゴンチャできるんだ」って思ったからそう行きたいなと思ってるんですでも今じゃなくてもいいかなみたいな感じ。 いつかす、はい <laughs> 吸い,吸いてくる時が来たら行きたいかも。 いのが楽しいんゃあなるほどね私は一人で行くのが前提だったわ友達とかといって並んでる間もおしゃべりができるもんね普通にタピオカ何にするっていう話もそうだし 全然雑談とかわちゃわちゃしてるんだなるほどねレベルが違いましたもうなんで今行列に並んでまでゴンちゃおうとかそういうことじゃないんだもん私がそういう発想になる時点で ね気づかなかった、うん、あー公園の話ねそう ないよ公園えっほんとに何このマジックみたいなのは誰 <laughs> すごいねびっくりしちゃうそう久しぶりの公園にね出てもうめちゃくちゃ緊張してたんですよそう 自主練もね結構頑張ってしてたんだけどあのやっぱり本番そうだな緊張したなんかでもこれに今回今回っていうかその改めてその何「NGT48」の活動からもう何ヶ月も。 離れた場所で活動していたので NGT ではあるんですけどなのでなんか本業だからなんかだしここでちゃんとやんなかったら私は一体何者なんだろうみたいな。 NGT48 の小は春かっていうのがこう軸でとあってその外のお仕事もやらせていただいていたしそれはなんかそういう形だけじゃなくって自分の中のこうなんか芯でもあったというか私は NGT の小は春かですみたいな感じのこうなんか軸というか。 その上で。なんかお芝居のお仕事とかもやってた。自分の中のでもはい。それがすごい中心だったんですね。だからこそその本業がちょっと久しぶりだっていうのもあったけど、ほんとちゃんとパフォーマンスで見せれる？ように。 っって思って思たのですごく緊張したしなんか気が張っていた感じはありましたそうですねなんですけどうんでもねなんかそうだな ちょっと前に話したこともあったんだけど私はあのー、本当にもっと頑張らなきゃいけない人であのそういうことを言うと「もう十分頑張ってるよ」とかっていう優しい言葉をかけてくられる人がファンの方もメンバーもスタッフさんも周りにはたくさんいるんですけど。 でも私はもう自分ですごくわかるのもう自分のダメなところとか弱いところとかを全部知ってるからこそ自分に対してはもっと頑張れって思うんですよね。だかからなんか ってていうことをね考えてるだからそ,のそれがネガティブな考え方とかじゃないっていうことをねあのまず理解してほしくってそれがあの前提なんだけど自分の目指している理想のアイドル像に今の自分はちょっとずつ。 確かにデビューしてた時からは近づいてはいるけどまだまだ遠いなっていうふうには思っていてだからなんか今日は昨日の DMM の映像とかを見たんですけど。 なんかあさってまた公演あるじゃないですかあさって2公演5月3日あるんですけどなんかなんだろうそうだな本当とにもちゃんと本当にもっと頑張んなきゃなって思った <laughs> もうなんか。 何だろうその捉え方は自分次第なんだけどなんか自分の映像を基本私見れなくてそれはもう自分のことがもう見てられないって思うんですよ本当にだから あんまり見ないでいでででたんですけど今までも見るときは見るんだけどそれはでもねあの公演とかだけじゃなくてあのバラエティとかもそうだしテレビもそうだしあの今回の映画とか今までちょっと出てたドラマとかもなんか。 見れない最終的に嫌だなって思いながら見たものもあるしでも見てないのもあるんじゃないかな最近のやつは見てます最近のやつは。 実はフフフ。本当もう自分が見てられなくて見てらんないの本当に嫌で。 なんか自分が嫌だから見れないんじゃなくってその逆にもっとできてると思んか見た時に「あれえこんな感じなの?」みたいなそれがすごいねなんかもう本当に見てらんないってなっちゃう。 なんかそうだないやでも昨日の公演はなんかもっと ともっと頑張れって思いました自分に対して <laughs> まあいいポジティブに捉えるんだったら伸びしろがあるってことですよねはい伸びしろがあるなんだろうでもその私そうだね なんか自分で気づかないうちに自分のことを甘やかしちゃってる部分があるんだなっていうのはなんか思ってた外仕事をやらせていただいてる期間ですごく特に思ってなんか NGT でいる時は基本的にその肯定してくれる人が周りにたくさんいるから。 だからなんか自分の中で完璧っていう状態じゃなくてもなんかある程度のところまではいけちゃったりするからなんかそういう時に自分 には厳しくいてくれるのは自分しかいないはずなのに気づかないうちに自分のことをどこかで甘やかしちゃってる自分がいるからそれ以上上に行けないんだなって思うけど今それに気づいてるんだから。 ちゃんとやりましょうって <laughs> 自分に喝を入れて頑張ろうと思います <laughs> ということなのでなんか劇的にこう数日で変わるってそりゃんか何年もの努力をしてる人に比べたらさ無理だからさほんとちゃんと地道な努力をして行こうって。 思いました。 いやーでも思い出いっぱい公園はそうですね本当にめっちゃくちゃ体力だねめっちゃくちゃ体力水飲みたいね <laughs> お水 飲みたいですすごく、うん なんかあんまり顔から汗を大粒でかくっていうことがないんだけどじわじわ書いてるタイプででも本当にね公園のあのなんかこれ多分その本当ただ普通に大変な状態なんじゃなくて。 いつものことなんだけど何なんか頭クラクラする頭クラクラしてくる感覚わかりますかなんか人間私そこまでプライベートで動かないのであの状態になるまでそうだからいやでもねこれ本当にね脱水症状なのこれ えそうやっぱなんか、まあ、何かの症状ではあるんだろうけどあやばいやつあそう酸,酸欠酸欠なの水が足りてないそうですね あのでもめ,めっちゃ研究生の時からパーティーの時からだからねそんな <laughs> なんかねいやでも水飲み休憩はあのー、あれユニットの時とかユニット自分が出てな、ね、いユニットの時とかはあと本編終わってからかでもねそのアンコール曲が のあれが一番やばいねその5曲プラス MC が間に入ってたりとかするところがあの時間一回も水飲めないのが結構やばいそうそう「絶望の後で」の前にお水飲みたくなっちゃう <laughs> あ違うの「あと」か「絶望」「絶望の後では。 もう本当にあのあと絶対お水飲んだほうがいいすごくそう絶望のあとで宙がくらついてるうんそうなんです お水ね、だからステージ脇にお水を <laughs> お水飲み休憩を <laughs> 挟んだらダメでしょうかって <laughs> 言おうかな <laughs> はい確かに MC の時にちょっとなんかバトンタッチしながらさ半分ずつ半,半分 人数ずつあそこでお水入れるだけで違うあのね春子と咲く食べはあのそんなにそんなにハードな曲じゃないんだけどセカ人が結構やばい。世界人 でずっとぴょんぴょんしてるんですよずっとこのぴょんぴょんずっともう基本ずっとこのぴょんぴょんしてるからジャンプが多いじゃないですかしかも公園でフルでやってるからワンハじゃないのフルだからそこそうですね いやお水さえ飲めれば大丈夫お水お水だね ね、しかもそのこまめにお水を飲みたい気持ちになるよね <laughs> なんかいっぱい一気に飲んだりその直前にいっぱい飲むともうお腹の中でお水がもうはじけてるじゃないですかすごいタプタプしちゃうからそれもしんどいそうなの <laughs> だからコップ一杯のお水をこまめに飲みたいの <laughs>。飲ませてくださいって言ってみる <laughs>。 逆にさ今までさそれ言いい出すメンバーいなかったの誰も私だけもしかしてアンコールがえなんで私だけ急に年取ったってこといやでも私数回出てた時から思ってたと思うんだよ確かアンコールのこのタイミングでいつもクラクラするなみたいな。 でもなんか公園ってアドレナリンでなんとかなっちゃうことが本当みんなよくあるんですよね。ちょっとなんか体調が万全じゃないなーみたいな時でもなんか本番が始まっちゃったらなんかそれ本番は乗り切れて終わってからは <laughs>。 みたいな,なっちゃったりとかねえアドレナリンだ 今なんか私公園に対する考え方とかもそういうところでなんかちょっと思ってるかもなんかあのさそのあれなんだよ全部全部全力で。 やると一公演がその自分の限界ギリギリか限界ちょい超えになるのでもそれがなんかベストなんですよ自分の中ではそうだからなんかで私の場合だと 公演にもよるんだけどおそらく思い出いっぱい公演をだと私の体力でその加減だとやれても1日の1日2公演だから2日連続で2公演連続4公演が私多分ダメなんです。なんか できたとしてもど、どこかの公演でそのベストよりちょっと力を緩める瞬間が出ちゃうからダメなんですなんかねだから。 うんなんか昔はいつかななんか そのどこかでちょっと力を加減するっていうのがそれによって連続公演出演してた時もなんかどそれによってなんだろう都合が合うファンの方とか公演にいっぱい 出た方が喜んでくれる方も多いだろうしでも自分の中で何だろう全体今日の公演全体どうだったかなって振り返った時になんかやっぱりあそこもうちょっともうほんと単純にシンプルにこうもっと高くジャンプするところはジャンプしたかったとか。 なんかもっとおっきく踊れたはずだけどあそこはその後の体力のことも考えたりとかしてなんかちょっと加減してしまったなとかなんかやっぱ思ってた時があったからなんかそれはうんって思ったし。 なんだろうまあ、いっぱい出ることを望んでくれてるファンの方もいるかもしれないけど普通に自分にとって何が一番大事にしたいことかって思った時に一公演一公演ベストを尽くしたいっていうふうに思ったから。 研究生の頃と違って今は本当に自分の率直な気持ちをスタッフさんに伝えることができるようになってきてはいたから今の公演はだから私4公演連続は自分のパフォーマンスのレベル。 レベルそのんだろう出したいものを出すために4公演連続はちょっと出れないですって言ってるリバイバルの時から言ってたかなまあ考え方とかはそれぞれだしあの 持ってる自分のその持ってるなんていうの体力とかさそ,のそれぞれのあるからあれなんですけど私はそう言ってたかもでもなん1回くらいやったかななんか,なんか4公演連続リバイバルに出た時はもういやそれでも前1公演1公演本当に大事にしたいって気持ちの方が強かったから。 4公演終わった時が本当にもう,もう終わったって思いました体が <laughs> あ終わったーってなってましたけどでもそれでもなんか自分のその時できる限りのことをやるっていうのはできたからなんか気持ちは清々しいけどそうですね もう愉快しいねでもそうだね 3日はなんか結構はるかのファンの方がなんか30日は平日だからちょっと行けないんだけど3日に行くよっていう方がこの前配信で聞いた時に確か多かったから。さて皆さん会えますかねどうだろう でもそうだよね、その平日しか来れないっていう人もいれば休日土日しか行けないっていう人もいるからなるべくこれからも平日と土日と両方出れるようにとは思っているんだけど。 でもな何か,、ね、かって今日何,何回言ったんだろうめっちゃ言っちゃう <laughs> 昨日はさなんか正直さもっとさもっとちょっと悔しいちょっとだけ悔しいなんか今の自分にできるレベル をまで本番で出せたかって言われたらそうじゃないって思ったまず自分の今のレベルをこう底上げすることも今の課題だし本番その日当日の目標は今の自分の中で全 全部を出し切るっていうのが本番の自分がやるべきことじゃないですかなんか要所要所所なんか瞬間瞬間ではそのいい時があっても。 なんかこうだしなん,なんなんですかねうんまあでもちょっと。 数をね、重ねるごとによくなっていきたいから頑張るで。 んかくら寿司に行ってめっちゃ久しぶりに行ったんだけど満足したすごくなんか私回転寿司の中だったら 正直あのー、味味だけで言ったらかっぱ寿司とスシローが好きなんですはいで ウオベもウオベはなんかお店がなんか白くてなんか洗礼洗礼っていう洗練洗礼ん洗ん先生せ 洗,洗練された感じで好き味も好き <laughs> はいでなんか高校生の時によく言ってたのはくら寿司なんです でもう回転寿司を最初くら寿司しか知らないいや知ってたけどくら寿司しか行かないくらいだったんですけどでもなんか高校生の時高1の時の友達と一緒に行ってた。 でもそう自分で行こうとしてたというよりかはなんか友達が行こうって言ってたから行った感じ。でも その回転寿司巡りが好きになった時にスシローが本当に美味しいって思っちゃってはいあとねはま寿司あそうはま寿司に最初に行ったんだはま寿司がめちゃくちゃ美味しくて あの上京された友達と一緒にその東京のはま寿司に行ったらめちゃくちゃ美味しくってそうなんです新潟でも一人で行ったくらいであと魚辺も行った。 そこから回転寿司巡りがもう好きでしょうがなくなっちゃって <laughs> そうなんですよでスシローもめなんかスシローがイメージだとスシローがなんか一番こう 流行りっていうかなんだろうすごい充実してる感があると思ったいやでもねこれは半年くらい前の話だから今わかんないです でも、あの…わかんない寿司ロ…間違えたあの、くら寿司は無添加って書いてあるのそこはちょっと結構大きいポイントででも、なんかちょっと前に、そのくら寿司を食べに行った時になんか、若干その…何 冷凍感がを感じたんで,す、ね、でもそうでも今日は感じなかった感じなかったのかあの私メモがあってその回転寿司に行った時に美味しいと思ったあのなんかでもちょっとシャリッてしちゃうのはさえなんか。 じゃ、違うの、その鮮度とかは、私察知できないんですよ。じゃなくて、そのなんか、若干そのシャリって、するのが。がちょっとシュンってするじゃないですか。って <laughs> はい、それ。あ、シャリだけにじゃない <laughs>。シャリだけにじゃない <laughs>。 わかんないでもそのなんかさ逆にその他の美味しいって思ってたお店はその添加物が入った味付け味付けでその美味しくなってるのかもしれないってそのなんか高級なお寿司屋さんお寿司屋さんとの違いはやっぱりそのネタのその鮮度だったりとか多分質だったりとかそこで差が多分あるんだろうけど。 でもやさ安くて美味しいっていうのにはその加工の中での技術が多分あるからって思ってだから回転寿司の中で美味しいって私がなんとなくふわっと思ってるところはその加工がすごく加工技術が優れていたりとかそこに使ってるものだから添加物が結構いっぱい入ってるのかなってなんとなくその 倉寿司の無添加って書いてあるのを見て思ってたんですよ実際ちょっとどうかは分かんないけどどうなんだろうね他の倉寿司以外の回転寿司は添加物 そなんか実際どうなの実際そんなぶっちゃけそんな変わらんですよなのか結構変わるのかなどうなんだろうね。いやでもねその回転寿司に行った時に美味しいって思ったのをこうメモにしてたのもう単純に自分の好みも全部含めて。 で、くら寿司で美味しいって前に自分がメモしてたのを中心に頼んだので今日は本当に満足して帰ってきています。 待ってどういうこと無点と無添加って違うの?「無点くら寿司ですねくる寿司も添加物使ってます」待ってそっかそういうのがあるのかえやばい世の中難しい いやそうまあ、そうだよね。いやでもさその,そのなんだろう本当にそのくらいのなんだろうある程度のなんかある程度の量の添加物だったらそんな気にするほどじゃないっていう説もあるじゃん。 うんだから多分添加物はそのなんか過剰摂取しなければ別に大丈夫って思ってるけど。 でも,なんかでも無添加とか添加物一切使用してないですみたいな書いてあったらやっぱりそっちに同じこう同じものだとしたら何そう商品が違ってもだったらなんかそっちの方ににしよっかなとか思うじゃん思うじゃん思う思ったのそれでくら寿司に行ったの。<laughs> <laughs> でもそうだよねなるほどねそうだよねそうだよねハマりました なんかコンビニのおにぎりとかも添加物がすごいみたいなのをさなんかその知ったらなんか知っちゃったら気にしちゃうなんか知る前は全然気にしてなかったのコンビニのおにぎり大好きでコンビニのゆで卵とコンビニのおにぎりってなんかその家ではではきおい味なんですよね美味しいじゃんコンビニのパンもさ。 だしそのの添加物を体で感じたことが私はなないタイプの人なのなんかたまに添加物をこうずっと食べ続けたりするとやっぱ調子がちょっと悪くなってくるっていう人のもう周りにいるからなんかそういう人の話を聞いてるとあやっぱあるんだって思うけどでも私自身はそ,のそれを体質の問題だと思うんだけど。その 添加物を感じたことがないんですねだからなんか分かんなくってでもその何年後とかその自分の自分が年を重ねた時にある日突然そういう何かの積み重ねでなんか体調に出たりしたら怖いなって思って。 一応ちょっと気にするように気にできる範囲で気にするようにしてるんだけどでも長く生きてくるとそれにつれてその見たり聞いたりする情報からもうどん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 入ってきてそれでなんかもう今は本当にいやでも全部を気にしてたら本当に生きていけないよってほとんどのものが食べれない <laughs> だからもう。 自家製の野菜を育ててお米に塩をかけて食べるしかないんじゃないの <laughs> もうそんなことを気にしてしまったら <laughs> 自給自足してでしょそれはさなかなかさ 現実的に難しいのね。私は。うん、本当に生きるのって難しい。 あとさそのなんかなんていうの理屈理屈的になんていうの医学的になの,その論理的に理論的にちょっとわかんないやでもそのとにかく野菜をとかタンパク質をとかでその添加物をなるべく。 オーガニックとかなんかそういうそういうのももちろんその大事なんだけどでもお菓子とかさ甘いものとかそれによってなんか気持ちが満たされたりとかそのそれじゃないと満たされないものとかもあるじゃん。で。心と体の健康が トータル的にそのなんか健康っていうにはただその教科書通りのなんかそういうね本ほんともう地産地産であるものだけを食べてればそのトータルの健康にそれで結びつくかと言われたらそうじゃなかったりするじゃないですか。ちょっっととお菓子を食べることによって 気持ちがはっってなったりとかだから何か健康って難しいと思うもう健康一つとっても難しいし地球の未来を考えるのも本当に難しいと思うって最近すごく思ってる <laughs>。すんごいそれは思ってるの。 難しいよ。 あとさ、あれもお風呂上がりにお風呂上がりだよなんか女性の方あれかもわかるかもなんかお風呂上がりに1秒でも早く化粧水を顔につけるのとあとその髪の毛をその。 地肌をとにかく乾かすあとでもお風呂上がりはその水が不足してるから水をすぐに飲むとかそのお風呂上がり追われすぎじゃないかって <laughs> お風呂上がりってもういろんなことに追われてる <laughs> いや本当にいや <laughs> なんかそのいろんなさそのそだから美肌のためのなんか専門の人の話を聞くのとあとその地肌のための頭皮ねあなんかその頭髪の毛のためのプロが言うこととなんか体の,そのプロフェッショナルが言うこととなんかいろんな方面の方の そのプロの人の話を聞いてると全部をもうトータルして「えっ?」みたいななんかもう「えっんか本当に大変だと思うんだよね人間って。 私はでもとりあえず化粧水はふりかけますなんかあの霧吹きみたいなシュッシュってミストみたいなやつが出てくるやつそれにとにかく化粧水を入れて上がった瞬間に振りかけます。りりかかけけですふりかける しそう <laughs> あとさあのさそのドライヤーをする前にヘアオイルをつけることによってそのドライヤーの熱からその髪を守ることができるからやっぱ日々のそういうケアが大事だよって美容師さんには言われるんですね。そうであのでも ヘアオイルをその手でつけるじゃんヘアオイルをピュッピュッって取って手でつけてこうやってくやってやってたらその次ドライヤーをそのまんまのそのオイルオイルがついた手でドライヤーを触れないから洗うじゃん。あと手もめっちゃ問題そのさ 化粧水とかさ乳液とかさ美容液とかをさ顔につけたものをそのままこう手の甲とかにもこうなんか余った部分をこう伸ばしたりすることによってそのなんか手も保湿されるから手も乾燥するからそうって思った時にでも一回そのお風呂上がりにもう即座にスキンケアをやってで髪の毛を。 タオルドライをしてでそのなんかだかだら余ったのを手のもう甲につけてたのねつけてできたってなってる状態なのにヘアオイルを塗ってでもドライヤーを触るからその水ででオイルだから水だけじゃなかなかおり落ちないからせ鹸けん泡で手を洗ったらその。 手の甲につけてた。その化粧水とかのそのせっかく残ったのをつけてたのに、それも洗い流されるじゃないですか <laughs>。これどうしたらいいの？そうだし、冬はとにかく寒いからなるべくその手を洗いたく。ない <laughs>、あの私のお家はなのかな？みんなのお家も大体そうじゃない？その最初に出る水は冷たいじゃないですか？ 暖かくするモードにしてからちょっと時間経たないと難しいわ。 <か>そうだねそれでこうお母さんとかってじゃあもうそういうの自分のことは後回しにするって言うけどそういうことなんだね。子育てをさされながらさ自分のケアの時間がなかなか取れないってそうだよね。 大体小さいお子さんだとさ一緒にお風呂入ってさお風呂上がったらさもうなんかお子ちゃまたちが元気いっぱいで「わー」とか言うからとにかくタオルで拭いてあげてとか風邪ひかないようにすぐお,ふお洋服を着てみたいなそんなことしてたらさ自分のケアの時間とか。 なんか大変だ。世の中生きていくのって本当に大変だよね。すごいね。はあ 難しいです、ね、生きてるだけですごいことなのよいやそれに落ち着くよねなんか私そのそういう言葉をさ子供の時はさなんかその言葉ストレートに受け止めてたからさなんか優しいって思ってたんだけどさなんか こういういそういう大変さとかさ分かった上でそういう言葉をさだからそういう言葉を言うんだよねなんか深いうん深いな,、うん、深いな <laughs> 本当ですよもう。 いやそうなの私もさもうちょっとで二十歳なんですねえ当に最近これずっと言ってる私もうちょっとで二十歳なのやばいよね二十歳になったらお酒が飲めるようになります。 公園後とかにみんなと一緒にお酒を飲む日が来ます昨日もななみと話してた公園の後とかにお酒を飲みに行こうねって そうマシモンにもずっと前からね話してたはるかは6月の26日がお誕生日なんですけどマシモンは6月の末まで NGT にいてくれるのでギリギリお酒を一緒に飲めるだから タイミングを絶対に作ってください <laughs> 楽しみだね ついにに大人のの輪に入れるのねそうなのめちゃくちゃ嬉しいですそれがやっぱりそうなんです大人の輪に入りたいよねだって私はもう大人だから <laughs> ミキの末子がねーっていやね入った時は本当に中学校2年生だなんてなんかまだ世の中の何を知ってるんですかみたいな顔をして入ってきたのになんかちょっと大人になっちゃったみたいで二十歳になりますあと2ヶ月後に。私た知ったら <laughs>、はい。 楽しみですね。ほんほん このジャージさこの赤い部分がすごく重要だと思うんだなんかさこれだとさ普通に学校のジャージみたいじゃないこれ私が着こなせてないだけ似合ってないもしかしてこの赤い部分がさすごく全体のバランスをさ司ってる気がするんだけどさねえねえやめてウルトラマンみたいって言わないで ママにもさ同じこと言われてさ私もめちゃくちゃもう無視したんだよね <laughs> 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 そう。なんか普段淡い色を着るし。 カ,ステルカラーのものとかカジュアルガーリーな服装が多いんですね私。でもあのなんかこれを見た時に一回いやパッと見てないなって思ってでもずっと私の目の前に現れるからでなんかちょうど安くなってただから。 買ってみたんだけどでもだからこれにそのこの黒の眼鏡とかあとさなんかおしゃれな人がさかけてる透明の眼鏡とかさサイズがねちゃんと合ってたら結構おしゃれなはずなんだよ。とかかけなんかそうちょっとボーイッシュな感じの。 ね、本当にあのウルトラマンっていじるの本当に怒ってる <laughs> 本当に怒ってるでもこれの,あのモデルさんがやっ来てたなんかこれに上になんかチュールみたいなレースみたいな やつを重ねて着るのがかわいいなって思って見てたんだけどでもなんかちょっとその思うのはさなんかそのいわゆる何マネキンコーデそれがその知人にバレた時が恥ずかしいよなって思ってなんかそのプライドは捨てるべきですかね <laughs> いやなんかお店のマネキンだったら店舗によって着せてる服が違うからまだあれだけどそのなんかあのー、サイトの画像だと世界中どこからでもアクセスできるわけじゃないですか。全くパクってることが。 知人にバレた時の恥ずかしさは歩くい, <laughs> いやでもだからじゃあじゃあそのこのジャージにレースを重ねるっていうそのおしゃれを他のレースでやればいいんじゃないって思うじゃないですか。でもなんかもうそのレースが一番可愛く見えてきたりするんですよね。 難しい難しい。難しい そうだやばいセーターティーデザインさあ出さないといけないんだったら今思い出した本当にありがとうちなみにあと5分にあ本当ああと5分で12時になっちゃうの本当今11時半とかだと思ったごめん提出するから思い出した申し訳ないけどここで配信を終わりにするって言おうと思ったけどあと5分だったらじゃあ最後までやろう。 これはちょっと。春かもしいたけ。 はるかもしいたけってね。ちゃんと感情に乗せて言うんだよ。嬉しい時ははるかもしいたけなんだけど、悲しい時ははるかもしいたけ。<laughs> だからあの嬉しいとか。悲しいとかっていうワードを使わずに。あの言わなきゃいけないから。そう、悲しいだけとか嬉しいだけじゃないの？はるかもしいたけと。はるかもしいたけ。 なるほど、むずい <laughs> そう椎茸食べれる食べれない <laughs> 椎茸苦手なんです 待ってやばい。そうだ、あと五分だったって言ってんじゃん。壇上の答えやめますね。え、終わってないよね。まだ配信やってるよね。今、え。そうですよね。よし、じゃあ十三位の方から呼びます。十三位はるみさん。十二位マ、ま、ーチさん。十一位イカッチさん。十位まさひろんさん。 九位てっちゃんさん、八位お疲れさん、七位としやさん、六位竹友さん、五位おしょうさん。四位ゆららさん、三位かんくろうさん、二位ひよぽんさん、一位さくわんさんです。ありがとうございます。なんか思ってたよりも、長い時間配信してた。ちょっとやろうかなって思ってたら。なんか、最後まで配信してました。ということで、皆さん、今日もありがとうございました。 スしとこ赤も入れて赤も入れてね赤も白も青も入れてねあちょっとこれじゃ白が映らないどうしようあちょっと <laughs> もうどうしてどうして赤も入れてね <laughs> はいありがとうございました それでは皆さんおやすみなさいまたねーバイバイねあと何分あと何秒ありますか <laughs> まだ時間がある <laughs> はあ本日2回目の「閉まりそうで閉まらないウルトラマン」ねえねえ当に本当に怒るよってか怒ってるからマジで。<laughs> 客が余ったんごー絶妙に余ったんご <laughs> 諦めないで喋ろってね、本当だよね <laughs> 急に最後の一分で暇そうな顔すんなよって本当ですよね、すいませんでした かもしいたけあ本当に終わるそれでは皆さんおやすみなさい <laughs> おやすみまたねー